おい、メス豚！俺に勉強を教えろ。今度の追試を乗り切らないとまずいんだ。ルキに殺されるかもしれねえ。ったく、赤点の何が悪いんだっつーの。学校の勉強なんてヴァンパイアには必要ねえのに。ほら、とっととそこの机開けろ。教科書もノートも一応持ってきたが、俺にはここに書いてあることがさっぱりわからねえからな。お前が俺に覚えさせろ。そしたら俺が追試に落ちてもお前のせいにできるしな。ああ、うっせえな。お前がちゃんと教えれば済む話だろうが。さっさと始めろ。そんな文法聞いたことねえな。知らねえもんは知らねえんだよ。うっせえな。覚えりゃいいんだろう、覚えりゃ。あ、ちくしょう。はあ、砂糖をかじるのをやめろって。お前知らねえの？勉強には糖分が必要なんだよ。なあ、そのページの落書きは、なんでもねえよ。てか、笑うんじゃねえ。くそ。てか、追試ってなんだよ。くそ、やっぱやってらんねえ。ったく、いちいちビクビクしてんじゃねえよ。まあいいけどよ。俺が追試に落ちても、お前のせいだってルキに言っとけよ。じゃあな。ち、服を引っ張るな。はあ？俺は言うからな。お前のせいで追試に落ちたってな。お前がどうなろうが俺の知ったこっちゃねえよ。あ、くそ。さっさと庭の水やりしに行きて。何が赤点だよ。学校には行ってんだから問題ねえだろ。留年なんてあんな坂巻のニートみてえなしけた真似するわけねえだろ。やればいいんだろ。けど今日はその1ページだけしかやらねえからな。よし、問題出せ。単語の意味を答えろだな。は？そんな単語聞いたこともねえな。お前の発音が悪いんじゃねえの？もう一回読んでみろ。いや、知らねえな。ああ、これじゃ勉強になんてならねえな。ルキにはやっぱ、お前の教え方が悪かったって言っとくぜ。ああ、イライラする。シュガーちゃんでも。はあ？ち、空になっちまってるぜ、おい。お前、血よこせよ。砂糖が切れた上に勉強なんてしてるせいで、イラつきマックスなんだよ、俺は。お前の血でも飲めば、ちょっとはこのイライラも収まんだろう。ほら、どこからがいい？言ってみろ。ああ？話せら？ったく、んなこと聞いちゃいねえだろ。余計なこと言う口には、仕置きが必要だな。痛えか？うん？口答えすんなよ。唇を動かしたら血が垂れてもったいねえだろ。なんか甘えぜ。さてはお前、俺のシュガーちゃんを盗み食いしただろ。嘘つくな。
お前の唇もこの血もなんだか甘い。じゃあ次はここからだな。なんだ？震えてんのかよ。もしかして期待してる？やっぱお前はメス豚だな。座れて座れて喜んでるなんてよ。お勉強はもういいのか？これでお前も共犯だな。全部お前のせいなんだから、逃げられるなんて思うなよ。じっくり味合わせてもらうぜ。